手羽先の名店が全国から集まる手羽先サミット9が2日から4日にかけて中区の久屋大通公園エディオン久屋広場で開かれました。開催に先立ち先月29日には実行委員が大村秀明知事を訪問。大村知事は食から愛知を元気にしてほしいとエールを送りました。9回目となった今回は全国から17の店舗が参加。購入者の投票で決まるグランプリを目指し、我が店自慢の手羽先をアピールしていました。大村知事も参加した最終日のセレモニーでは、最も得票数が多かったグランプリが発表されました。愛知県手羽先娘さんです。おめでとうございます。今年のグランプリは地元愛知県から出店の手羽先娘が獲得。昨年すごい悔しかったのでめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。最後は恒例の手羽先コールで3日間のイベントを締めくくりました。そうした皆さんの全ての皆さんの、ね、笑顔と感動で、ね、この手羽先サミット、できているので、もうぜひ、ね、来年10周年向けてまた皆さんと一緒に、ね、大いに盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。